イボールクラブへようこそ。今回はこちら、黒をまといて堂々登場、シングルモルトカノスケ2023をご紹介。ブクブクの企画をハイボールクラブへようこそ。今回はですね、こちらカノスケからいよいよ今年もやってまいりましたリミテッドエディション、その2023バージョンでございます。今回はですね、黒をまとっての登場ですね。今回は2021年のファーストのクリーム色から始まって、その後のセカンドの水色で、リミテッドエディションのオレンジ、夕日をイメージしてありますよね。そして通年販売品の白という感じでですね、ここからの黒という感じですね。で、今回のこちらカノスケなんですけれども、ここで少し概要を説明させていただきたいと思います。2023年6月14日発売、シングルモルトカノスケ2023リミテッドエディションは 700ml でアルコール度数が59度、メーカー希望小売価格は税込み 14,300円となっています。2018年から19年にピートバクガで仕込み、焼酎リチャーカスク、シェリーカスクにて熟成した原酒をメインに複数の樽をバッティング、カスクストレングスでボトリングしているようです。メロウな甘さと余韻の長いスモーキーフレーバーをお楽しみくださいとありますね。つまりですね、こちらピートバクガを使っているのが今回最大の特徴ということでですね、まあ、その焼酎リチャーカスクでシェリーカスクというのはですね、これまでのシリーズで言えば、その焼酎リチャーカスクというのはまあファースト、あとは通年販売品にも使われていたり、そしてシェリーカスクに関しては2022のリミテッドエディションですね。このあたりとですね、割と共通項が多いんですけど、最大の特徴はやはり何といってもピートバクガでしょう。カノスケさんといえば割とノンピートの酒質というかね、ハウススタイルというのが皆さんの中にも浸透しているかと思うんですけれども、今回はですね、カノスケピーテッド感どこまであるのかなというところがですね、皆さん気になるところだと思います。そして今回すでに箱からは出してるんですけれども、前回通年販売品の時にはね、なかったこちら04紙ですね、こちらがまた復活しておりまして、やはりリミテッドにはこの04紙がですね、変わらず付属するようです。で、あとね、このカノスケさんの箱といえばですね、今回はこういった形で側面がね、すごくかっこいいんですよね。こう、うなばらとこのどん天ですかね、なんかちょっとダークな雰囲気というか、この黒い箱になんかしっかり映える感じになってますよね。この黒いカノスケですね、今回こちらと比較するのはやはりですね、シェリーカスクを使っておりますので、今回はこちら昨年のリミテッドエディション2022、こちらと比較していきたいと思います。これがね、本当アルコール度数59度で同じなんですよ。で、やはりノンピートとピートバクガ、この違いですよね。あとはリチャーカスクが使われている、それに対してこちらはシェリーをキーに設計が組み立てられていますので、その違いをですね、ストレートトワイスアップロックハイボールと順応ってテイスティングしていきたいと思います。ではまずストレートでテイスティングしていきたいと思います。まずはこちらシングルモルトカノスケ2022リミテッドエディションをストレートでテイスティング。あ、甘い香り、度数以来のガツンとくる感じ、でもしっかりとね、甘みも感じられるし、濃い味ですね、非常に飲みやすい感じです。あまり癖もない感じですね。甘み主体で余韻に酸味を感じるって感じですね、はい。では続いてこちら今回の主役、シングルモルトカノスケリミテッドエディション2023をストレートでテイスティング。さあ、黒いカノスケの実力やいかに。おお、割とね、こっちも香るね。あ、香り立ちでもこっちの方がいいかも、うん、うっすらピート感もあるね、しっかり香り立ちから、うん、でもシェリー独特の甘いニュアンスとうまいことバランス取れてます。香り立ちいいですね。おお、なんかピートが下支えしてる感じやね。
あの甘みが上に乗っかってる。だから甘さが先にスパッと抜けていって、その後なんかスモーキーさが追いかける感じ で余韻もね、甘さの後にスモーキーさが来て、今口の中が割とスモーキーな感じですね。でもなんか割とねヘビーピートかなと思ってたけど、そんなことはなくて、ちょうどいいぐらいのなんか飲みやすいピート感、うん、なんて言うんですかね、本当いい仕事してるなって感じです。カノスケらしさはあるんですか？うん、カノスケらしいのはやっぱりこの独特の甘みをね、に対してピートといえばやっぱアッケシさんなんですけど、アッケシさんのピートのニュアンスともまた違うよねっていうところがあるので、これはまたカノスケさんのピート麦芽のキャラクター性なんだろうなって感じですね。やっぱり明らかにそのピーティーなニュアンスっていうのの感じで言うと、国内の蒸留所さんで言うと明石さんやサブローマルさんなんかが有名ですけど、そこともまた違うかなって感じですね。これを加水してどう変わるのか、続いてトワイスアップで追加検証していきたいと思います。では続いてトワイスアップで検証していきたいと思います。まずはこちらリミテッドエディション2022をトワイスアップでテイスティング。やっぱり59度だと割と喉焼いたけど、加水するとグッと良くなるね、うん、やっぱカスクストレングスなんでやっぱりちょっとストレートきついかなと思うんですけど、加水すると香り立ち一気に良くなります。甘酸っぱいニュアンスですね、香り立ちは。うん、飲むとねやっぱりこのまろやかな甘みで、案外ねやっぱりこのシェリーの中でもビターな感じなんですよね。そんな極甘のペドロヒメネス的な感じじゃないので、イメージとしてはスッキリシェリーって感じですよね、うん、でも非常にやっぱりねノンピートバクが主体ということで、すごく飲みやすい仕上がりになってます。では今回の主役リミテッドエディション2023をトワイスアップでテイスティング。さあピーティーなニュアンスがどう出るか。うん、香り立ちからしっかりこう香るんよね。ピート入ってますよっていう感じはやっぱ加水すると顔を出します。なんかでも甘さのニュアンスとピートのニュアンスっていうのがしっかり両方ねうまくマッチングした香り立ちです。うん、なんでしょうね、この非常にバランスが取れてますね。あのピートにも寄りすぎてないし、ノンピートにも寄りすぎてない感じで、うまくね拮抗してるって感じ、なんかバランス型って感じで、やっぱりストレートの時と印象は変わりません。あの甘みが先に来てスモーキーが追いかけてくる、でまあスモーキーが割と下支えっていうのは変わらないですね。一般的にスモーキー苦手な人でもギリ飲めるかなっていうぐらいのスモーキー感なんで、ラフロイグやアードベッグみたいなのを期待してるとまあ割と裏切られるんですけど、個人的にはグレンドロナックのトラディショナリーピーテッドみたいな、なんかバランスの取れたシェリーとスモーキーみたいな感じですね。なんか割とね絵に描いたようなバランスの良さって感じがこの黒いカノスケですかね。ではこれを冷やしてどう変わるのか、ロックで追加検証していきたいと思います。レッツロック。ではロックで追加検証していきたいと思います。まずはこちらリミテッドエディション2022をロックでテイスティング。レッツロック。おお、なんか甘い感じ、あんずっぽい匂いになった。あ、甘い、めっちゃ甘い。ロックにすると一気にいい感じになったね。加水はある程度進んでるので、そういう意味でもね加水の進んだロックねすごくおすすめですね。やっぱり元の度数が59度なんで、ある程度加水が進まないとやっぱりちょっとね脂質的に硬いのかなと思ったんですけど、やっぱりね冷やしてかつその加水が進むことでねぐっと花開きます。すごく甘くて美味しいです。うん、おすすめ。では今回の主役リミテッドエディション2023をロックでテイスティング。レッツロック。さあブラックロックな感じあるかな。お、香り立ちなんか面白いね。フルーティーなところにねうっすらスモーキーのニュアンスもある。うん、あでもストレートとトワイスアップの時に比べるとちょっとねニュアンス変わりました。
ストレートとアイスアップの時は甘みが先行してて、それをスモーキーが追いかけてた感じなんやけど、割とミックスになった感じ。このスモーキー感っていうのが冷やすことでね、全面に出てきた印象。うん、でこの甘さとのね、ミキシング感っていうのすごいいいっすね。なんかスモーキー苦手な人にはちょっとこっから厳しいかなとは思うんやけど、でもこれスモーキー好きな人からしたらこの絶妙な感じっていうのはすごく刺さるかなと思います。個人的にはでもほんとね、新たなカノスケの一面が垣間見えるかなっていうところですね。ではラスト、これをハイボールスタイルで継承して締めたいと思います。ではラスト、ハイボールスタイルで継承して締めたいと思います。まずはこちら、カノスケリミテッドエディション2022をハイボールでテイスティング。さあラスト、ハイボールどうか。うん、うっすら香るね、うん、甘い香りがします。ああ、度数由来のしっかりとした濃い味です。ハイボールにするとソーダとの相性的にはね、ちょっとズレを感じるんですけど、個人的には割とビターなハイボールって印象ですね。甘さよりもちょっとビターさが前面に出てくるかなって印象ですね。うん、うん、でもやっぱりね、すっきりしてて飲みやすいんですよね。もともとの度数が高いので、そういう意味ではガツンとくるハイボールです。ではラスト、今回の主役リミテッドエディション2023をハイボールでテイスティング。おお、うっすらスモーキーって感じ。うん、しっかりとこのスモーキーさをまとった香りだち、ソーダで上がってきます。おお、ソーダとの相性が多分ね、カノスケの酒質って結構ビターに振っちゃうんやろうなって個人的にすごく思ってて、でこれもね、すごくね、そのスモーキーさが前面に出てきた。あの割と甘みよりもスモーキーさがガツンとくる感じで、あのスモーキーハイボールって感じだね。その独特の苦味のニュアンスっていうのが、このイメージからの黒とバチッと合う感じがすごくビターで大人なハイボールの味がします。うん、でもこれね、多分めっちゃ好きな人好きなんよ。で僕も割とね、この味はいいんじゃないかなと思いますね。あの一つ前に通年販売品が出た時に、ハイボール飲んだ時ちょっとなって思うところがあったんですけれども、今回のね、このスモーキーさがいいように作用してるかなっていうのがすごい感じます。うん、ハイボールこれね、バカうまだなって感じですね。というわけで今回はですね、シングルモルトカノスケ2023リミテッドエディションを紹介させていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。個人的な感想としては、カノスケのピーテッドということでですね、どういった味なのかなってすごく気になっていたところなんですけれども、個人的に感じたのは、むちゃくちゃヘビーピートってわけでもなくですね、程よいスモーキーさ、これがカノスケさんの考えるスモーキーさのハウススタイルなのかなって思いましたね。で、すでにですね、スモーキーということでですね、ハウススタイルを確立されておられる厚岸蒸留所さん、サブローマル蒸留所さん、そしてまあ静岡蒸留所さんですね、この辺りのスモーキーさともまた違う新たな南国スタイルのスモーキー感ですね。これが何といってもカノスケさんの売りなのかなと。個人的にカノスケさんのスモーキーはこのボトルに限って言えばストレートトワイスアップだと割と後追いなんですけれども、ソーダスタイルにするとすごく主張するスタイルのスモーキーさだなと感じました。うん、でもカスクストレングスということでですね、今回のハイボールめちゃくちゃボディ感あったんですね。なのでね、入手された方、一度ソーダスタイルで試してみてください。すごくね、ガツンとしたハイボール楽しめると思います。おすすめです。おっさんハイボールクラブでは引き続きいろいろなことにチャレンジしていきたいなと思っております。今回のような飲み比べ企画、引き続き頑張りたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。いいね、チャンネル登録、コメント、ぜひぜひどんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。長い時間ご視聴ありがとうございました。おっさんハイボールクラブでした。